分かんない、そんな言われたなんでミンチなん、何ラインで書いてんじゃん、豚こまって豚こまっていうのがよく分かんない、そのミンチのことかと思っちゃった。あ、豚がこまいやつ、うん、豚こまって薄いやつだよ、あの焼きそばとか入れるような。いや、間違えちゃったよ、マジで。また行くのめんどくさいんだけど。じゃこれって作るの、ミンチで、どうやって作るの、難しいかな。それか、もう担々麺、本当はこれ味噌ラーメンだけど担々麺じゃないけどさ。ああ、いいね。めんどくさいよ、これそぼろ炒めて味付けしなきゃいけないんだよ。豚こまだったらなんてことないのに。じゃあこれ経緯を説明しますと、すごくこの一番味噌ラーメン僕大好きなんです。でこれ食べたいんだけどって言って、何かで買ってきなと言って、で、なんだっけ、ニラともやしと豚こまをもじゃ買ってきてって言われて、今買ってきたらですね、豚こまを間違えて、これ俺豚のミンチを買ってきちゃったんですよ。豚の細かいやつがこれを買ってきちゃったんですよ。細かいやつミンチと思わないでしょ、ありえないわ。なかなかでもその料理しない人は豚こまって言われたらこっち行っちゃう人もいますよね、どうでしょう、俺だけなのこれって。それで今ちょっと揉めてて、めっちゃ面倒くさい。それでもやれるのがこの花田智子さんなんで、やるしかないけど、お願いします。もうそう、じゃあスーパーまで1時間ぐらい買っちゃうんで、そんなかかんないすぐそこじゃん歩いて行けるよじゃあもうちょっとパン、どうしよう、味噌ラーメンでしょ、ちょっともうそっちよりこれ牛乳とか入れちゃう。おお、ちょっとお任せます。知らない、私やったことないから、じゃあ一回やってみようか、まずくても知らないからね。はい、果たしてどうなるんでしょうか。あ、私の間違いからどんな料理が生まれるんでしょうか。そうだよ、はい、そぼろで一回やってみましょう。腹減った、はい、まあできないことないよね。そうだね、そうなるからちょっと主婦ですから、さすが、なんとかしますよ。でも私は豚こま食べたかったけどね。結構いってね。なんか何でも手伝いますんで言ってくださいね。はい、じゃあこれいただいてもらおうか。はい、ちょっと待って、これセルフはちょっと多すぎるかな。怪我の巧妙って話もありますから。怪我の巧妙、怪我の巧妙で、これがめちゃくちゃ定番の花分けの札幌一番になる可能性もあるし、なっちゃったっていう話、うん、なっちゃうっていう話、うん、あ、まあね。え、怪我の巧妙知らないの。怪我の巧妙、怪我の巧妙、もうこれ恥ずかしくて使えないよこれ。あ、じゃあカットしてくださいカットしてください、恥ずかしいんだったな。怪我の巧妙、いやいや、うん、怪我したことによって気づいたっていうね。うんうん、あ、そういうことね、怪我してなんぼっていうことね。なんぼっていうか、怪我をしてなければ気づかなかったなっていう。どうでしょうかね、美味しくなればいいけどね。札幌一番、いろいろあるけど、うん、何が好きですか。札幌一番の中で、味噌ラーメン。俺は塩ラーメン。あー、まあ、味噌ラーメンも好きだけどね。私塩ラーメン。今日は味噌ラーメンの気分。誰が？俺。あ、そうなの？いや、だからお願いしたい。あ、そっか。関東の人ってさ、塩ラーメン好きだよね。でもね、九州の人ってなんかそもそも塩ラーメンっていうのがちょっと認識があんまりないんだよね。食べたことないもん、塩ラーメンって。私まだ未だかつて。そうでしょ、なんか塩の味しかしないのかなと思って。なんか、ペイタキちゃんの塩ラーメン食べたことないの。ないよ、ペイタキちゃんの。ない。もうタクちゃんと何年会ってないから、もう10年以上会ってないよ。あの、アゴゲーからあの、アゴゲーしてたじゃん、タクちゃん。あれ面白かったよね。タクちゃんもさ、芸人辞めてさ、なんかラーメン屋さん辞めてねえよ。あ、辞めてないの。あ、そうなんだ。芸人だよ、やりながらね。あ、仕事してんだ。肩書きね、芸人っていうのはね。違うの。いいよ、また尺の話は。え、尺使いすぎだよ、あいつに。いいじゃん、別に尺使ったって。味付けしないと。おー。
ちょっとお砂糖を入れて、お砂糖入れよう。まずお砂糖を入れてちょっと甘くして、じゃあお願いします。はい、醤油入りました。濃い口、今普通のゴールデン紫、これ好きなの。九州にしかないと思う。ちょっと甘みがあるフンドウキンのやつ。フンドウキン美味しいんだよね。お味噌も美味しいし、醤油も美味しいし、鷹の爪も入れちゃいましょうか。鷹の爪が入ります。いっちゃいます。あ、いい香り。はい、鷹の爪。おー、いいね。ちょっと入りましたね。うん、おしゃれに煮込んで。野菜はたくさん取りましょう。もやし2玉、3人分でもやし2玉。よいしょ。ちょっとってなるからね、もやしがね、しぼんじゃうから。全然これぐらいあっても大丈夫。これはいいですか、もともと。そうそうだな。ちょっと色もいい感じの色になってきたね。鷹の爪も入って、ちょっと食べてみて、ちょっと分かんない。はい、うまっ。うまっ。いいですか。もうこれじゃあ大丈夫。大丈夫ですか。うん、はい。できました。あ、ご飯にかけて食べたい。いや、これはご飯にかけませんか。あなた間違えたい。まあ、残ったらご飯に食べかければいいじゃん。うん、多分こんな使わないから。そう。こんな使わないから残ったらもうご飯にかけて食べちゃって。で、このひき肉の油でもやし炒め。おいね、いいね、いいね。ちょっと多いからこんくらいしとこうか。こんくらいの残しとこうか。もやしはね、水分抜けたらもうしょちゃんってなりますんで。塩コショウ。はい。これ少し味をちょっと作って、うん、もう入れちゃうとかね。はいはいはい。入れます。入れます。あ、これ一番味噌ラーメンのね、これうまいんだよこれ。ちょっとしょっぱくて美味しいんだよね。美味しいね。うん、じゃあこれに中華味。うん、こっちにもちょっと味をつけとかないとね。はい。お願いします。先に麺入れちゃおう。ちょっとね、スープの量少ないんだけど、後から牛乳入れるから。はい。うん。よいしょ。はい。塩いいかな。硬いぐらいが美味しいから。え、もう牛乳入れます。カチカチでいいの。カチカチでいいの。盛り付けてる間にも緩くなるから。そう。緩く、ちょうど良くなる。うちの子みんな片面が好きだから。牛乳入りました。はい。あ、もうちょっと全然牛乳入れていい。へえ。よいしょ。おいしいわ。おいしい。おいしい。間違えてくれてよかったのかもしれない。マジか、うん、ほら、うん、神様が間違えさせたのかもね、札幌一番の。これで作れって、うん、OK、出来上がり。シュ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 。はいはい、一回ちょっと盛り付けよう。うまっ。一応うまいっしょ。うまっ。うまいよね。マジやば。札幌味噌ラーメンってしょっぱいけど、これのがいいじゃん。これのがいいじゃないですか。マ
マジでうめえこれ、うん、やばっ。つけ伸びちゃう、伸びちゃう。あなたたち2人がちょっと多めにね、うん、よいしょ。はい、いいね。ニラもやちょっとニラもやってるのやめてもらっていい？なんで？ちょっとなんかイラッとしちゃう。おいおいおい、いいね。ニラもやほらほら、なんか嫌なんだよ、これな。よいしょ。周波数が合わねえの。ニラもやちょっと嫌だな、これまずい。それで、最後に最後におそぼろを、あなたが間違えて買ってきた。これが決め手でしょ。これが決め手になるんでしょ。いや、わかりまへんけど。さあ、うわ、絶対いいじゃん。うわ、なんか担々麺みたいな。ね、ちょっと担々麺みたいになったね。うん。なったねっていうか、それをしようと思ったんだけど。勝利はどれにしようか。こっち、こっちにしようか。で、あゆか、あと何なんだっけ。あります、あゆかけようか。ブラックペッパー、アイリーの花はどれ。花はこれ、俺どれ、どこんな、どれでいいの。よし、もうちょっと入れて。ああ、いいね。よし、こんな感じ。うわ、すげえ。美味しそうですね。すげえ、ごま担々麺になってる。勝利はちょっとやめとこうかね、もうこのそこに見ちゃった。早速食べましょう。よしよしよし、勝利くん、ご飯だよ。これ私で、うわ、勝利、勝利見てこれ。うわ、こそラーメン、ラーメン、ラーメン。パパがね、ちょっとね、いつものラーメンとちょっと違うんだけど、パパがちょっと間違えちゃったのよ。そこで、よし、ちょっと美味しいかどうかわかんないけど、食べてみよう。これが美味しかったらまた作ってもいいし。よいしょ。よし。はい。はい。はい。それでは。よいしょ。勝利先生。勝利先生。お願いします。いただきます。いただきます。どうでしょうかね。ちょっと食べてみて。うん。そばばかに間違ってで、そぼろ買ってきちゃってさ。うん。これ美味しいかどうかわかんないけど、ちょっとそぼろと野菜と麺って一緒に食べてみて。うん、食べるの難しいね、美味しかったね。どうだろう。うまい、あ、よかった、マジで。違うでしょ。うん、合う、合う、あ、よかった、よかった、よかった。じゃあママ言ってください。どうなんだ、なんかちょっと怖いんだけど、うん、まずくはないかなと思ってる、うん、いただきます。めちゃくちゃうまい。マジで、何これ。やった、めっちゃうまいじゃん。すごいじゃん、うん、繊細ですね、ほんと。うん、おいしい、おいしい。よっしゃ、じゃあ俺もいただきましょう、うん、いただきます。じゃあまずはスープからいってみましょうか。どうした、ちょっとラー油が、ラー油か、うん。じゃあまずはこれ、ほら、このこういう感じで、ちょっと高煮詰め、ちょっと入れちゃった。よいしょ、スープを。おいしい、おいしい、うまい。そう、うまっ。ドカンタンメンみたい。めちゃくちゃうまい。うん、合う、合う、そぼろ合う、合いますね。豚肉も合うけど、そぼろ合う、やっぱそぼろ合うね。いただきます。うん、うまい、うまいよ、これは美味しい、うん、やばい、ちょっと今までの札幌一番味噌ラーメンが一番美味しいかもしれない。まだ味が変わるね。うん、牛乳たっぷり入ってる、クリーミーになって、うん、美味しい。水分少なくて、牛乳がやばい、うまいね。うん、もやしシャキシャキで、うん、美味しいですよこれ。やっぱラー油がピリッとピリ辛でいいね。あ、鷹の爪もか、うん、鷹の爪のこうピリ辛感の感じもあるんだね、これね。うん、
一口もやっけ。うわ、おいしいですよ、これは。めちゃくちゃやばい。うん。だ大満足だ。よかった。間違えて、ね。間違えてよかった。間違えなくても美味しかったと思うけど。まあね、まあ。新しい発見だね。でもこの牛乳入れるっていうのはこれいいですね。うん、どうですか？熱くなってきた。最高。最高です。うん。うん。うまっ。これもやばいわ。おいしいね、これね。うん。カウンター、ママが即興で作ったんだよ、これ。すごいよね。残ったところがもうご飯にかけてたね。うん。結構残った。うん。ね、ここがね、うん、ニラがまた体にいいからね。うんうん、そうそう、この野菜もいっぱい食べれるし、これはいいわ。うん、熱っ、うん、体温まるね、確かに熱っ、うん、いや、これは美味しい、うん、これちょっと、めちゃくちゃおすすめですね。即興でやりましたけども、ぜひとも皆様バタバタしてやっちゃったね。試してみては、うん、これなんていう名前なんだろうね。もう分かんない。結構分かんないですけども、分かんないもん。はい、試してみてください。めちゃくちゃ美味しいです。はい、ということでまた食べてますけども、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。